こんにちは、日向祐一です。聖書の言葉に学ぶのクリスチャンホーム、クリスチャン夫婦の、夫婦円満の秘訣ということでお話をしていきたいと思います。今日私礼拝を、してきたというか礼拝を捧げしてきたんですが、その中で今日読まれた御言葉がありますので、それを、今日は分かち合いたいと思います。詩編127編、1節、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。で、実はこれはですね、私の聖書にものメモが書いてありまして、多分見えないと思いますね。これ光っちゃって見えないですよね。牧師がですね、私の牧師の影牧師が、2004年の私の長男のカンタが生まれた時、今から14年前ですけどに読んでくださった御言葉なんですね。で、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。家というのは、家庭というふうに置き換えることもできる言葉だそうです。ですから神様が私たちの家庭を建ててくださる、私たちの夫婦を信仰によって立て上げてくださる、そして子供たちを愛する思いを与えてくださる、導く力を与えてくださる、それは主が立ててくださる、そういう家庭なんだということなんですね。だからクリスチャンホームを建てるのは主が立ててくださる、主であるということを覚えたいんですね。で、働き人も大切です。ここに書かれているように、立てる者の働きと書かれています。でもそれが私の力ということではなくて、神様が私を通してこの家庭を立ててくださる。特に私たちのような夫の立場、家庭に立てられた、頭として立てられた者の立場としては、私を通して神様が妻を、また子供たちを祝福してくださる、その、通り置き管というか、そのようなものになるということが大切なわけですね。ですから何よりも私たちにとって、クリスチャンの夫にとって大切なことは、神様の交わりだということが言えると思います。私たちのうちに神様が信仰を与えてくださり、信仰を通して働く愛を与えてくださる、そのことをぜひ覚えたいんですね。ですから私の家庭は私が建てるんじゃなくて主が建ててくださるということをぜひ覚えたいと思います。ということで今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。